うわ、また来ちゃったよ。多くのロケランを取れず叩こう。うわー、タイミング悪い。そのロケラン欲しいわマジで。よいしょ。体力あんまり多くないよなこいつら。よいしょと。いやー暴れるね。現役だわやっぱこの人は。本当に現役よ。あいつ倒してえな。ロケランあったらな。よし、オッケー。あれでもこっちから来たんだよな。やっぱこっちか。あ、俺なんか普通に迷ってるこれ。どこにあんの行き先。あの奥行けないんだもんな。なんかこれはあれか、やっぱ完成のやつかな。よーし、来た来た、これだいや、キルーさんって人を殺さない人ってことで多分ヤクザ界では有名なんだけど、今のは確実に殺したよね。殺す意思を持って殺したよね。あんなやつはいいかって感じで明らかに殺しましたよね。甘くねえんだぞだぞというところだな。さあ倒したよ。あ、いやここさっきも通れたでしょ絶対。なんでこれ通れなくなってる。まずい、これはどうしたらいい。あ、まずい、死ぬ死ぬ。え、これどうしたらいい。待ちか待ちか。今だ。いや、マジで普通に死ぬとこだった。ん？極み？はぁ、なるほど。二人目殺しましたね。菅井と常雄の前にも二人殺しちゃった。いや、別に、あの、かっこよくない。あの、消防庁、警察庁。急いで。ちょっと、カムロ町の下がどうなってるか気になる。これ、また大事件起こしちゃったよ。また4代目が有名な出る。ああもうこの先あれかバトルになるんだな。ああ携帯か。あなたがお探しのものですよ4代目。すげえ。なんか電話に聞くとこちらいらっしゃることは分かっています。すごいお釜に聞こえるね。ですが私あなたの相手をするほど暇じゃありません。代わりのものに対応する。代わりのもの。代わりのもの。お前はどこにいる。俺がどこにいようが関係ねえだろうが。キリ、てめえはここで死ぬんだ。ゆっくり見物させてもらうぜ。いやーここでね、このミリアムタワーの最高層で待ってられないのがもう搭乗界のトップとしては資格がないよな。え、え、よく見えるな、キリュウ。ソメヤ？おい。どういうことだ、ソメヤ。すげえ、2016年に見ての通りですよ。ズームを使いこなしてる。4代目。スガイが。うわー、ソメヤかー。てめえの相手はそこのソメヤだ。聞いたぜ。あんた俺と岩見社長をぶっ殺すつもりだったんだってな。てめえを殺した後沢村遥と赤ん坊も必ず見つけて殺してやる。その前に大道寺が死んだとしてもだ。俺らを敵に回した人間がどういう目に遭うか、いい見せしめになるからな。すげえ。安心してソメヤに殺されな。何があったソメヤ。何があったって。イカれちまったんですよ俺は。いやーもうバトルかこれ。搭乗会直系ソメヤ一家総長ソメヤ匠、これは一応素手でやった方がいいのかい。そっち武器持ってるけど。K
結構不利だよこれ。まあ多分これ石とか使って倒すってことなんだろうな本来は。結構なその刃に関してはあんまり対策取れてないんだよね正直。これで押し切れ。いやー弾かれたか。まずい防御ができない。立てよ。よいしょ。いやー染谷はなんかこうねえ菅井用の下につくような男で、おーい、ズーム使いこなしてんだ。危ねえ。すごいなこいつ。5年先ぐらいなのにね。2016年だから今ってズームとかがもう主流だけど、あいつ使いこなしてんだ。スカイプかこの時代は。受け流しの極みとかもできないからな。もうこれでゴリ押すか。ここ押し切れるかな。ガード硬いんだよメインキャラは。よし、まあ多分ソミアとの最終決戦なので危ない。できれば道具は使いたくないんだけど。うわーイカれちまったな。なんかでもなんかソメヤこの堂島の竜の一戦に参加したくて来たのかな。憧れてるから。最後は殴り合いか。キルさんが脱がないってことはあんまり大事な戦いじゃないってことなんだよね。キルさんとって結構中腰なんだよな。あくそ、受け流しの極みが発動できねえ。あ俺まだ続いてたんだこのアルティメットヒート。ここ勝てえ。痛い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 。さああとちょっとだけど虎落としで決めたいと。おお虎落としきた。虎落としで決められた。これが堂島の竜ですよ染谷。いやなんかいい演出できたわ今のは。俺が殺す相手はお前じゃねえ。後ろで笑っている菅井たちだ。それ以上やれば死ぬぞ。もうやめろ。まだ終わってねえ。やっぱ桐生さんレベルになると自分がこれ以上殴ったら相手が死ぬってのがちゃんと分かってんだな。桐生あんたやっちまったな。やっちまったな。男は黙ってか。おお清美。裏切り者の染谷君には無知をくれてやる必要があってな。ちょっと菅井、うん、清美ママを。岩見、いや染谷がどう動くか。染谷にはあなたを殺せば女を助けてやると言ったんです。ああなるほど、だからか。ソメヤはその条件を守ることができなかった。やめろ。だから日本刀を使ってやめてくれ。本気で殺しに来たんだ。キリさん、あなたがソメヤに殺されてやらなかったせいです。やめろ岩見、彼女は関係ねえ。ではこうしましょう。三つ数えます。それまでに染谷にとどめを刺してください。何？そうすれば彼女は見逃します。言っときますが、私は気が長い方じゃない。いやー染谷。元奥さんだもんな。一つ。四代目、あいつら本当にやる。頼むからこいつで俺をやってくれ。二つ。わあちょっとこの展開は初めてかもしれない。
兄貴。時間切れだ。待て。わあ。そりゃ。あなた。な、なんじゃこりゃ。君、あの子には、ヒロミには、俺、一度も手あげたりなんかしてねえからな。大事にしてきた、本当だ。うわぁ。美しき夫婦愛を、いや家族愛を見せていただきましたよ、染谷さん。うわ、これちょっとやばいな。毎回泣いてる最近。何をする気だ。まあ時間切れは時間切れじゃけえの。おい、腰水。おい、なんならこりゃ。キリュウ。やばい、これ本当に涙やばいわ。ナグモさん、ヒロミを、俺とあいつの娘を頼ます。何を言いよるんじゃ。しっかりせ。まだ助かる。娘を頼まれたと言ってくれ。今ここでだ、ナグモ。ここで南雲に頼むっていうのが。分かった。必ずわしが守りきる。安心せ。いやー、ちょっとなんか本当にすごいストーリーだなー。いや、もうなんかちょっとなんとも言えない。つまり染谷はその清美さんって人を菅井たちに人質に取られてたわけですか。まさかあの清美さんが。許せ。こがなことがあってええんか。分かってる。だが話は後だ。今いるこの場所も危ねえ。連中の狙いは俺たちだ。尾道の秘密を暴いた俺らをどこまでも追ってくる。こうやって一塊になってるのは危険だ。しばらくそれぞれで身を隠して。いやー、結構それも危ないんじゃないかな。まあでも秋山が言うなら正しいか。今どこにいるか分かれば他に手の内容もあるんでしょうけどね。頭、屋上で外の空気吸ってくる。キリュウの兄貴の言う通りじゃ。踊れれ。わしが戻ってくる前にここを出とけ。落ち着いたら居所をわしに知らせ。わからんのか。のんびりしとる暇なんぞなど。今は一度散るんじゃ。これ以上はもう誰も殺させんぞ。わしゃ。いや
でもなんかその一人捕まった時に全員の居場所吐けとか言って。お前にはユータを頼めるか。ねえ。例の下水道なら東城会も陽明連合会も知らないはずだ。わかりました。遥たちの方はどうなっている？伊達さんが動いてくれてます。今日中には警察病院から場所を移せるようでした。そうか。桐生の兄貴。ん？清美さんのことをもし気に病んでるなら、絶対に兄貴のせいじゃないっすから、ね。あ、てか、ユータのお腹の傷は大丈夫だったのか？動くときは声をかけてくださいよ。あれ？血だらけではあるけど、病院一応一つ聞いていいですか？行ったのかな、入院はなしか。なんだ。ミレニアムタワーでもし菅井に会えてたら、キリュウさんはあいつをどうする気だったんです？よくよく考えたら不思議だったんです。相手はキリュウさんたちを殺そうと動いている、その周りの人間を巻き込むことを平気でやってのける連中です。話が通じる相手じゃない。だからもしかしたら桐生さんは菅井や岩見恒を殺そうとしてたんじゃないかって。え、違いますか？もし堂島の竜が人殺しに手を染めれば、神室町はもうあなたをボスとは認めなくなります。そっか、そこの威厳があったんだな。俺を持ち上げるのはもうやめて。誰も殺してない。神室町どころか堂島の竜だもんな。身の回りの人間を守ることさえできねえ、ただのヤクザ崩れだ。なんて言われてもあなたを諦める気はありませんよ。岩見つねおと菅井がカムロ町を逃げれば、もうこの町は死んだも同然です。今この町にはあなたの支えが必要なんですよ。それだけの歴史をあんたは今までこのカムロ町に刻んできしまったんだ。俺は一度どん底に落ちてカムロ町に救われた人間です。あんたが定位を押すくらいならいつでも俺の手使ってください。いや、やっぱ秋山もその覚悟があるんだな。でも秋山はやっぱ住民代表だもんな。仇以上ヤクザ崩れの桐生さんが。さあ、じゃあ南雲しかいなくなったのかな、ここには。ビルの屋上へ向かえ。いやー、なんかそうだな。でもなんかあれだな、前回やっと落ち着いたから言うけど、そう、ユータがまあ刺されてキルさんの愚策だって言ってたけど、なんとかユータは命に別状はなさそうだったね、全然。まあ秋山のなんか特殊な病院行ったのかわかんないんだけど、ケロッとしてるね、意外と。で、キヨちゃんが、ちょっとキヨちゃんとソメヤのシーンやばくなかったか。やばいよな。あんなシーン今までなかった。竜が如くシリーズで。誰かが人質に取られて、はるかとか人質に取られて、キルさんたちが乗り込むとかはもちろんあったけど、あんな、その、誰か人質に捕らえて、キルさんが殺さないといけないっていう状況もなかったし、ソメヤが自分で、ね、滑腹というか、自害して、そのシーンもやばかったけど、コウシミズがその後、いや、あれどうなんだろうな、キヨちゃんは死んだのかな。コウシミズのその、堂島の竜、結構敬愛してるみたいなところが一度もなかったから多分殺されてんのかな。もしかしたらね、殺したように見せてなんかあるかと思ったけど、まあ小清水が岩見つろとか裏切る必要ないので、いやー、ちょっと衝撃的というか、なんだろう、本当に今までで一番ショックというか、泣いちゃったな、あのシーンは。大丈夫かな、みんなチリチリになって。桐生の兄貴、他の門はもう出て行った。
俺に何か話があるんだろう、南雲。岩見つねは明日クルス・タケルの葬儀の後、造船所に行くはずです。確かか。陽明連合会の二代目襲名じゃ言うて広島に消息がかかってる。いいのに探りを入れさせたんじゃ。登場会の菅井も来るらしいで。いや、本当に菅井は手下になっちゃったんだな、これ。わしは奴らを刺し違えてでも殺す。兄貴もそのつもりなんじゃ。はあ。ほいじゃが、わしと兄貴だけで十分じゃ。一家の連中も秋山さんもこれ以上巻き込めん。俺もそのつもりだった。どうやら俺とお前で死ぬ時は一緒になりそうだな、兄弟。兄弟。そいつは今日初めて聞くええニュースじゃ。いやー、この桐生さんのことを慕ってくれてる子分がこうやって最後までなんか割と対等な感じがしてきたな、南雲って。私はもういつ出てもええですけど。最初の頃はヘコヘコしてたけど。兄貴はそうもいかんじゃろ。いや、そうもいかないんすよ。カムロ町に別れよういう時間はまだあります。わしはセレナの中で待っとりますけ。用が済んだら声かけてつかさい。おいじゃ。いや、もう南雲は決まっちゃってんな、覚悟。もう俺は明日死ぬんだっていう覚悟があった上での潔さ。カムロ町の夜もこれで見納めだ。やり残したことがないようにしておこう。これはこのいつものメールかな。最近カムロ町で心霊写真が撮れて噂があります。今心霊写真の話する。いや、心霊写真とかだって これでしょ。こんなんも序盤の序盤で俺楽しいんだよ結構。絶対今じゃないでしょ。さあ、じゃあもうこれが本当に最後なのかな。あ、なーぐもすごいとこいるな、お前。兄貴、もうカムロほいじゃったら。あー、これは最後なのかな。尾道行ってもう一回チャンスがあんのかな。ちょっと一旦待ってみようか。まだ準備が必要、こっちだな。いや、まだだ。もう少し待ってくれ。これ今尾道自由に行けるの。あ、あー、ちょっと待って、ちょ来た来た来た。そっか、ここにならないとメールというか連絡来ないんだ。まあ、ちょっとおさらいするとですね、まあ、前回、前々回かなの間に、達成目録一応大体は、まあ、なんとか時間かかったんだけど、このトラブルミッション全種類クリアとか、これほんと時間かかったんだけど、アドベンチャー部も、食事食べたり、走ったり、飲食店で飲んだり食ったり、金稼いだり、経験値稼いだり、ダッシュしたり、で、アドベンチャー部門クリアして、で、バトルはね、結構もう序盤にクリアしてたかな。うん。で、サブストーリーここよ。すべてのサブストーリーをクリアしまして、残す一つが、アモン。まあ、これは、まあ、マイシリーズやってて、前回プレイした竜が如く維新で、ちょっとね、大敗したんですけど、それ以外のシリーズは多分クリアしてたアモンなんだけど、ここに、アモンの、まあ、サブストーリーがあると。まあ、もちろん知ってる方はご存知だと思うんですが、竜が如くシリーズ最強の敵ということでアモンがいますね。その戦いがあると。でね、クランクリエイターも、なんとか、はい、クランバトル50回勝利とか、この全てのクランミッションの、このアモン軍団倒せ3、ここがめちゃくちゃ難しかったんだよな。まあ一回お見せしてもいいかなと思ったけど、動画外に出た時にちょっと倒しちゃったんで、
まあそんな感じで苦労しながら、まあアモンを倒せば5分の4は全てクリアできるから、まあ残るこのプレイスポットは正直ちょっと間に合わないかもしれないな。なんせこの麻雀とかがめんどくさいんだよな。これがめちゃくちゃ大変なの。ちょっとプレイスポットの達成目録は怪しい気がするんだけど、はい。でまあそんなこんなでアモンですよ、直接来やがったな。果たし上我が宿敵キリュウカスマ、時は来た、浮島にて待つアモン城。浮島ってことはこれ尾道にでやらないといけないな。はい、あ、サブストーリー。10年近くずっと俺の命を狙ってきた暗殺者集団アモン一族の親玉だ。何度も返り討ちにしてきたがまだ懲りてねえと見える。無視してやり過ごせる相手じゃない。仕方ない。まあこのアモン女王を倒さないとな、やっぱり。向かうか。強敵だ。念入りに準備していかねえとな。浮島は別にカムロ町からでも行けんのかな。どうなんだ。ちょっとタクシー一回向かってみるか。でこれでアモン女王。ああ来た来た。いや今回どれぐらい強いんだろう。まあメインというかね、外伝以外だと倒してきてるんだけど、本当に強い相手なので、本当尋常なじゃないぐらい。ソメヤとかもうヘのカッパぐらい強いので、アモンはいろいろ準備していかないとダメだな。回復薬とかもちろんそうだし、初乗り料金で。あ、アモンの浮島こっからでもいけるんだね。浮島って言えば尾道のイメージがあるんだけど、で尾道のまあ行けると自由に。ああじゃあここ結構もう最後の準備期間なので、ちょっとまあ最後時間とかも変えられると思うから、まああの何個かちょっとだけ見せたいサブ要素とかもあるので、まあメインの前の最後のお遊び期間としてちょっとやっていこうかなと。まあもちろんアモンもね、はい、倒さないといけないと思うので、そんな感じで一旦ここで終わろうかなと思います。というわけで、ご視聴ありがとうございました。こっから、まあ、メインは、まあ、しばらく、まあ、2パートぐらいかな、言ってもそれぐらいやった後に、進んでいきたいと思います。いやーまたいろいろ進んじゃったなー、この2パートで。いやでもなんか本当にキリュウさんの久しぶりのあの怒りの おたけびとかも聞こえたし、キリュウカズマ最終章に、はい、ふさわしいんじゃないかなと思っております。よし、なぐもと並んでおこう。はい、というわけで、この動画良ければ、高評価とチャンネル登録、あとね、ツイッターとかコメントもぜひぜひよろしくお願いします。というわけで、アモンとかありますが、次回に続きます。次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。